どうも、ザッツイスウェイドでございます。今日はですね、先日行われました GBN 野球大会、まあ、公式戦ですねの様子をお届けいたします。で、結果の方はもうクーニン TV で、配信させていただいていると思うんですけども、今日は僕のその試合での打席を、振り返りたいなと思います。まあ、ポイントとしては、まあ、練習試合も少なく、まあ、すぐ公式戦になってしまったので、そういったところの調整がどうなのかっていうのも含めて、練習試合での、打席での取り組みと、いざ公式戦となるとちょっとマインドをチェンジして、まあ、望んでいるところもございますので、そういったところもお伝えできればいいかなと思います。それでは、はい、ということでやってまいります。で、この打席は1打席目ですね。まあ、その前のバッターの沖田がライト線に、まあ、ランニングホームランを打った、まあ、真っ直ぐから入ってきたので、変化球から来るんじゃないかなと思って入ってますが、真っ直ぐから入ってきました。まあ、これちょっとなんか流れに乗って振りに行けばよかったなと思ったんですけども、ちょっとこう慎重にいったような形です。うん、まあ、インコースの若干、まあ、高め、手を出さない方がいいかなと思ったので見送りました。さあ、3球目。センターちょっと泳いなんですけども、しっかりと後ろをグッと振ることができて、加速して前をさばくことができたんで、まあ、打球はしっかりと伸びてくれたかなっていう印象ですね。まあ、ポイントとしてはこれ、ヘッドを返さずそのまんま持っていく、それをしっかりとできたかなという打席になります。さあ、抜けたので2面球場走らないといけないです。走って、さあ、行け、来た、ホームランでございます。沖田と合わせて2者連続のランニングホームランですね。まあ、初回からしっかりと攻撃ができたんじゃないかなと思います。さあ、次は2打席目ですね。まあ、同じピッチャーで、まあ、球種としてはまっすぐ、まあ、カーブみたいなやつと、まあ、若干のツーシームみたいな感じですかね、落ちるボール。さあ、初回、まあ、これですね、公式戦に限ってはしっかりとファーストストライクはこれぐらいで絞って、ワンストライク取られてしまった場合にはちょっと広げて、で、追い込まれたら広げるっていう、そこを明確にしているような感じです。練習試合の場合は若干ファーストストライクを大きく取ってストライクゾーンを振りに行こうという形なんですけども、しっかりと打てる球をしっかりと打つっていう、そんな感じです。ショートゴロですね。さあ、3打席目、ピッチャーが変わりました。まあ、この投手の特徴としてはすごく、踏み込み足が、まあ、何でしたね、クロスに入ってくるようなイメージがあったんで、事前にあの前澤君、1番バッターの前澤君にどんな球質かっていうのをしっかりと確認しながら打席に入っております。アウトコースでてボール、でキャッチャーの方がしかしうまい、ストライクにされてもおかしくないような感じですかね。まあ、2球目、ギリギリですね。まあ、ちょっと2打席目の反省も踏まえて、しっかりとゾーンをグッと自分の中に上げてます。さあ、3球目、外れてボール、変化球ですね。まあ、ここまではしっかりと、まあ、対ピッチャーに対してしっかり入ってこれてるかな。さあ、4球目打ちました。まあ、フライアウトですね。
アウトになりましたけども、しっかり打つべき球を打ててるのかなということで、印象としては悪くない。まあ、しかも結構、まあ、中間ぐらいに飛んだんですけど、95とか、ひたすら100ぐらい飛んでるかなっていうのが、まあ、悪くない当たりです。まあ、2面球場なんで、ものすごい下がってました。取られてしまいました。4打席目ラストですね。ピッチャーも3打席目と同じということで、大体中心の頭になってます。まあ、初球から世界で打ち抜こうと思います。まっすぐストライク。まあ、これもですね、キャッチャーのキャッチング、フレーミングがすごく上手。って入ってきてるんで、これも一個が外れてると思うんですけど、ストライクって言われてもおかしくない。まさに。来ました。ライト線抜けました。はい。エクソー、エクソもうやばいって。2周目アバース。はい、ということで、4打席立ちまして、4打数2安打ですね。まあ公式戦でしっかりと、まあ結果を残さないといけない、残したいっていうところで、心掛けとしてはちょこっとお話ししましたけども、やはり自分の打つべき球をしっかりと絞る、明確にする。そこが打てるか打たれへんかっていうところに直結すると思います。ということで、今日は GBN の公式戦一発目ですね。の、僕の打席の振り返りをさせていただきました。まあ今週、来週、まあそれ以降も公式戦がバンバン入ってきたりとか、まあ1日過密にスケジュール3試合、なんやったら4試合入れようかみたいな話もあるんで、そういったところ体の調整含めてしっかりと、まあ結果残しながら少しでもチームのお役に立てるように頑張っていきたいなと思います。それでは本日の動画は以上です。動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。また、ジャスティス上野アカデミー開講中です。野球が上手くなりたい少年少女の皆様、動画概要欄からお問い合わせください。大人の方も OK です。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。Yes!